脊髄性のアドシールカッターです。これは畑で、使うものですね。苗をなんか縛るやつですね。テープの付け方を紹介します。ここにもう刃がついてますからね。この紙捨てないようにしてくださいね。このように、セットされていますので、まずこのカバーを取ります。まあ、この機械自体は安いですね。500円ぐらいですけどね。この芯といいます、この詰め替え用の紙がこうあるんですけど、まあこれ5本入れで、まあ600円ぐらいで高いですからね。はい。これをですね、こっち向きで、セットします。このベタベタしてる方を、普通はこの逆向きでこうやるんですけど、この場合は、ベタベタするを上で、やりますね。そしたらここで、半分に折りますね。半分に折って、ここに入れます。でも次から自動的に、折れるようにこうなってますから、それで、カバーをかぶせます。そしたら、ここに刃がついてますので、引っ張ってきて、よくしょ、引っ張ってきてやれば、切れるわけですね。で、真下に引っ張れば切れると。こういうことですね。で、これを畑なんかでやるんですけど、テープの付け方でした。